謎の忍びの正体はかねてから気がかりであった敵国小河原の忍びであった。小河原の城主長頼は古来より長妻で薬として栽培されていた小玉草に目をつけ戦に用いるというのである。すでに密偵を放っているものの小河原の目は厳しく密書を受け取ることは容易ではない。最近小河原の活動が活発になってきたな。もしかすると近いうちに戦があるかもしれん。そろそろ潮時やもしれぬな。
北に3、西に5。行くぞ。